静岡市の里山に来ています。林業家の安池さん。皆さんに森に遊びに来てもらう活動をしています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。北質の材木を使っている住宅会社が開いた森林教室です。節跡の少ない美しい材木に育てるための枝打ちの作業です。講師は林業家の4代目安池寛治さんです。こっからこっからほらこっからまだやるじゃん。すごい53歳駿府公園の大道芸よりすごいでしょ。こうやってお辞儀をしてよろしくお願いしますっていう気持ちで僕ら木をいつも切ってます。いやーいやーいやー自分たちの暮らしてる地域のこの近くにこれだけ手を入れてる森があってね、皆さんにが楽しんでもらえる喜んでもらえるような森づくりをしている人がいますよっていうことを知っていただけれれば。安池さんは町でワークショップを開くようになりました。ほら林業で森だけで仕事をしてると地域の方とのコミュニケーションが一切できないんですよね。で考えて静岡って家具や木工の町じゃないですか。で家具を作ると必ず端材が出てくる。で端材の子たちは全部ね産業廃棄物として処分されてしまうんですよ。でもそういう子たちにも活躍できるようにしてあげたいなと思ってかけらくんっていうね端材でマスカットを作るワークショップを始めました。かけらくんが生まれるまでを絵本にし原画展も開きました。で僕は林業やってるんでこう絵もね自分で描きました。製材所です。次の一手は自分の山にマウンテンバイクのコースを作り走りに来てもらうことです。地元の人たちにですねあの自然体で森に遊びに来てもらう、そして楽しんでもらって帰ってもらうっていう森づくりを目指してます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。